はい、朝からね、どえらい現場を発見してしまいました。ちょっと今からね、宮川警察通報したいと思います。はい、現場はこのようにね、今片付けてもらいましたけどね、このモルタルのやつがあの庇からバラバラと落ちてきた模様ですね。下通行におったらね、直撃で死んでましたね。危険な建物ですね。長年放置されてるみたいです。この辺付近はね、毎回いろんなことありますね。この間も道路が陥没してました。今回はね、モルタルの剥離脱落ですね。上に上部見て窓開いてる上にね、庇があるとこから、ついてたモルタルが道路上に散乱してました。通行人がいてるとね、多分死んでましたね。道路の中央付近までバラバラ落ちてました。今八百屋さんがね、片付けてくれました。以上、現場からです。